皆さんこんにちは。レック専任講師の岩田です。それではこれから FP 初級向けガイダンス、 FP で目指せお金のプロフェッショナルということでお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日は、これから、FP 資格を、取得したいと、思っている、皆様に FP とは何か、それから FP の資格制度、そして、FP の試験の内容についてお話をしていきたいと思います。まず FP と言いますと、2つ意味合いがあります。ファイナンシャルプランニング、そしてファイナンシャルプランナー。ファイナンシャル、これは財政上のとか金融の、そういった意味合いになります。ですからファイナンシャルプランニングと言いますと、財政上の計画を立てる。ファイナンシャルプランナーと言いますと、その計画を立てる人といった意味合いになります。つまり FP というのは、個人の家計に対して、経済的な、様々なアドバイスをしていく、そのような資格です。で、FP の資格は今非常に注目されています。これは、どうしてかと言いますと、まあ、レジュメをご覧いただきたいんですけれども、はい。なぜ FP になる人が増えたのかということで、私たちの暮らしへの、影響と不安とあります。で、私たちの、まあ、生活ですけれども、皆さんご存知のように、また非常にこう身近に感じていらっしゃるように、経済的に、またはあの政治的にも、そして、それぞれの、家計において非常に不安定な状況にあるということが言えると思います。で、日本では、まあ、高度成長期、成長期と、その過程では、それほど、まあ、お金について考えなくても生活をしていくことができた。お給料がずっと増えていったりですとか、あとは終身雇用制度ですとか、それから、マイホームを購入して、その資産価値もずっと上がっていった。で、そのような時、まあ、お金に関してそれほど知識がなくても、国の制度全体でなんとかやっていけた。公的年金制度もしっかりしていたという状況もありました。ところが現在は、もうそのような状況ではない、ということは皆さん本当に感じていらっしゃると思います。ですから、現在においては特に、本当にそれぞれの方が、お金に関してしっかりとした知識を持って、そして、まあ、自己責任なんてよく言われますけれども、本当にもう自分の生涯にわたって、まあ、お金の心配がないようにきちんと計画を立てて生活をしていく必要ができた。ということで、やはりお金に関して勉強したい、お金のことを知りたい、お金にまつわるさまざまな制度を知りたい、こういう方が増えたというのが、FP 資格が非常に注目されて、そして FP 資格を取得しようと、思う方が、増えているということだと思います。それでは、レジュメの2ページをご覧ください。はい。FP が活躍できる場面とはとありますけれども、まあ、FP というのは、先ほど、お話をしましたように、個人に対して経済的な、家計に関するアドバイスをする、そのような資格なんです。ですから、まあ、生活者のニーズの高まりとありますけれども、それぞれの生活者の方、まあ、消費者の方ですね、家計に関して不安を感じたりですとか、自分の家計について、将来にわたってきちんと計画をしていきたい、そのような方が増えている、という、まあ、生活者のニーズが高まっている、まあ、FP に相談にしに行こうという方が、非常に増えているということが、あると思います。で、それにこうして、ビジネスチャンスとしてのニーズですね。まあ、FP には独立をして FP 業務をする方、また企業の中で FP 資格を生かしている方、まあ、いろいろな FP と言われる方がいるわけですけれども、消費者の方、まあ、それが相談に来て、その相談者の方に対してさまざまなアドバイスをする、またはさまざまな商品を提供するということで、非常にビジネスチャンスが高まっている。ですから、まあ、FP を仕事で生かすという方も非常に増えていますし、
また、自分のためにですね、FP 資格をそういう知識を勉強したい、そういう方も増えている。ですから、ビジネスとして FP 資格はもう十分に現在生かしていくことができる、このような資格なんです。で、特に、この、ビジネスとしてということですけれども、例えば金融機関ですとか、生命保険会社、損害保険会社、それから不動産関係の、お仕事、こういった、仕事ではですね、FP 資格というのは必須になっています。現在そのような FP に関連する、仕事をしていらっしゃるという方、まだ FP 資格をお持ちでなければもうすぐに取得していただきたいと思いますし、これから、そのような、企業に就職をしたい、または転職をしたいという方も、FP 資格をあらかじめ取得ことにしておくことによって、就職活動、そして転職活動を有利に進めるということが可能になります。それでは FP というのは、具体的にどういう仕事をしているのかということですけれども、ここにライフプランという言葉があります。このライフプランというのは、生涯生活設計、日本語で言うときは、ちょっと固めに、生涯生活設計なんていう言葉を使うことが多いんです。つまり、その方その方の将来ですね、それを生涯にわたってきちんと計画を立てていこうということなんです。で、ここにライフデザインとありますけれども、ライフデザインというのは、その方その方の価値観のことです。人が幸せであると、最小限生きがいですとか、それから、健康ですとか、あとは、お金、経済的なものですね、こういったことがあれば、最低限幸せであるということも言えると思います。ところが生きがいというのは、人それぞれ異なります。健康であるのが望ましいですけれども、お金、経済的な、ことで言えば、じゃあどのくらいお金があれば幸せかというのはその方によって全く異なるんです。で、それぞれの価値観を生かして、そして、自分の将来を、計画を立てていく、価値観を生かしながらライフプランを考えていくということなんですね。で、このライフプランの中に、経済的な側面に対して、ファイナンシャルプランニングをしていく、これが FP の、仕事です。で、一方、ライフ弁当という言葉がありますけれども、これは人が誕生して、それから、亡くなるまでですね、誕生、成長、自立、成熟、老後、そして相続と、このように、それぞれの方が、人生の節目節目と、言われるものがあります。その中で、例えば、成長の過程で、教育を受ける、じゃあ教育費はどのくらいかかるだろうと、自立をして、例えば結婚をする、結婚の費用はどのくらいかかるんだろう、そしてお子さんが生まれて、そして、子どもの教育費は、またはマイホームを購入して、じゃあそのマイホーム、どのくらいの金額でどうやって購入したらいいんだろうと、節目節目でやはり、きちんとした資金計画が必要である。ですから FP というのは、こういう人の、一生の中ですね、その中でさまざまな広い範囲のお金に関するアドバイスをしていく、このような資格でもあるんです。ですから FP で勉強する内容というのは非常に幅広く、お金に関するあらゆることを勉強すると言っても過言ではありません。ですから皆様も FP の資格で勉強していただく、それがすぐに日常生活に役に立つような、そういった内容について勉強できるというのが FP 資格なんです。はい、それでは、レジュメの3ページをご覧ください。FP の資格制度について見ていきましょう。はい、3ページの一番上の表ですけれども、一番上の段ですね、ここに FP の資格の種類がいくつかあります。
FP 資格は現在、民間の FP 資格、それと国家資格、この2本立てになっております。CFP、AFP、この2つが民間の FP 資格です。で、1級 FP 技能士、2級3級 FP 技能士、こちらが国家資格としての FP 資格なんですね。で、民間の、CFP、AFP 資格、こちらは NPO 法人日本 FP 協会というところが実施をしています。で、AFP、これが FP の、民間の普通資格ですけれども、FP 資格の取得には認定研修の修了が必要である。これは皆さんぜひ頭に留めおいてください。認定研修というのは、レックの FP の講座、を受講していただくということになりますけれども、日本 FP 協会が指定する認定研修となっております。で、CFP が、これが民間の、最上級の FP 資格ということになります。で、国家資格の指定の FP 技能士ですけれども、こちらは厚生労働省管轄の資格、そして試験実施団体としては日本 FP 協会、そしてもう一つ金融財政事情研究会、この2つが試験を実施しております。FP 協会で受験をしても、金融財政事情研究会で受験をしても同じ FP 技能士という資格になります。で、国家資格は、1級2級3級とこの3つの級に分かれておりますけれども、まず3級 FP 技能士、これが、国家資格としての FP の初級資格です。そして、2級 FP 技能士、こちらが普通資格ですね。そして1級 FP 技能士、この1級 FP が国家資格としての、最上級の FP 資格になります。で、3級 FP 技能士がこれ初級資格、です、ですから3級 FP については、受験要件は特にありません。ですからどなたでも受験をすることができます。そして2級 FP 技能士、これ2級 FP 技能士と AFP、 これどちらも普通資格ですので、この AFP と2級 FP 技能士、これがレベルが同じ、なんですね。で、2級 FP 技能士の受験資格ですけれども、ここに実務経験等と書いてありますけれども、実は、2級 FP 技能士の受験資格、3つあります。まず3級を合格していること、それから、2年以上の実務経験があること、 FP に関する実務経験ですね、そして認定研修を修了していること、3級合格、2年以上の実務経験、そして認定研修の修了、このいずれかを満たすことで、2級 FP 技能検定を受験することができます。そして、2級を合格すると、1級 FP 技能士に、技能検定を受験するというようなことになります。で、AFP と2級 FP 技能士、どちらも FP の普通資格ということで、同じレベルということをお話をしましたけれども、実は AFP 資格審査試験というのはないんですね。で、2級を合格、すると2級 FP 技能士ということになりますけれども、2級を合格して、そして認定研修を修了することによって日本 FP 協会に、登録をして AFP 資格を、取得することができる、このようなことになっております。で、AFP を取得した、AFP 認定者、が、CFP を受験することができる、このような、民間の FP 資格、国家資格としての FP 技能士、そして、民間資格と国家資格の関係、このようになっております。で、あと国家資格の方ですけれども、更新は不要ですので、1回試験に合格して、3級 FP 技能士なり2級 FP 技能士なり、または1級 FP 技能士になりますと、更新がありませんので、もう一生ものの資格ということになります。
でそれに対して、民間の AFP、CFP 資格、こちらは2年ごとの更新が必要になっているんですね、更新制になります。で、更新をするというのは、どのように更新をするかといいますと、AFP でしたら、2年間で15単位、CFP でしたら30単位取得することによって資格を更新することができます。この単位というのは、FP に関する何らかの活動をするですとか、FP に関連するさまざまな、勉強、講座を受講する等ですね、だいたい1時間1単位の目安です。ですから AFP でしたらば2年間で15時間程度活動なり勉強することによって資格の更新をすることができる、このような仕組みになっております。FP というのは、新しい情報を追い求めていく資格でもあります。ですから、更新というのは、ちょっと考えると少し面倒だなと、思われるかもしれませんけれども、FP に関するさまざまな情報を収集して勉強する、つまり新しい、情報をキャッチアップしている FP だな、ということで、顧客に対して、すごい説得力のある、このような資格になっております。で、FP 資格取得の流れを見ていきますと、FP に関する実務経験がないという場合でも、まず3級 FP 技能、検定を受験する、そして合格をすると、2級 FP 技能検定を受験することができます。で、3級を受験しなくても AFP 認定研修、レックの講座ですね、認定研修を修了することによって2級 FP 技能検定を受験することができます。あとは2年以上の実務経験で、2級合格しますと、認定研修を終了していれば、FP 協会に登録をして AFP 認定者ということになりますし、まだ認定研修を終了していないという方は、2級 FP 合格後、認定研修を終了することによってこちらですね、で AFP に登録をするということもできます。そして、AFP の資格を取得、すると CFP を受験することができる。で、CFP を、合格しますとですね、実は FP の1級 FP の学科試験が免除になるんです。そして1級 FP の実技試験を、合格すると、CFP、そして1級 FP 技能士、ダブル A ライセンスで活躍することができる、このような形になっております。で、それぞれの、3級2級1級、そして CFP の、レベルとしましては、3級 FP 技能士、これは初級レベルです。ですから、お金に関して、いろいろな仕組みですとかね、いろいろな金融商品ですとか、その、制度や仕組みが、なんとなく分かったなと、日常生活でそれを生かしていく、というようなレベルです。中級レベルの2級 FP 技能士、そして AFP になりますと、これは、仕事として FP 資格を活用することができる、または自分のライフプランをしっかりと立てることができる。そして上級レベルの CFP、1級 FP 技能士、これはもう本当に仕事をバリバリ頑張りたいという方、もう専門的に頑張りたいという方は、本当にもう真の職業人としての FP、これが CFP であり1級 FP 技能士ということになります。はい、それでは、レジュメの4ページを開いていただけますでしょうか。FP でどのようなことを勉強していくのかということを見ていきたいと思います。FP で勉強する内容は、一言で言うとお金に関するすべてを学習していきます。ですから非常に幅広い、さまざまなお金に関連することを勉強していくんですね。ですから、実際に学習をする際、それを6科目に分けて、見ていきます。レジュメにありますように、金融資産運用、不動産、ライフプランニングと資金計画、
リスク管理、タックスプランニング、相続、事業承継、この6科目です。この中で右上のライフプランニングと資金計画、これが一番 FP っぽい科目ですね。ライフプランニングの手法、などを学習していきます。例えば、ある方がですね、マイホームを購入したいという時に、一般的には住宅ローンを組んでマイホームを購入します。で、住宅ローンは組めるかもしれないですけれども、それから住宅ローンの返済をして、そして子どもの教育費、そして自分の老後資金を貯めていかなくてはいけない。果たして家計は、十分に、やっていけるんだろうかと。将来のそういう予想も含めまして、キャッシュフロー表という、その方の収入支出、金融資産残高、それが将来どうなるかという分析をしていきます。そして、それに基づいてさまざまなアドバイスをしていく、このような、手法について勉強します。それからこのライフの科目では、社会保険制度についても学習していきます。例えば健康保険ですとかね、公的年金制度ですとか、国の社会保険制度ですね。例えば健康保険ですと、健康保険証を、医療機関で提示をする、そうすると3割の自己負担で治療を受けることができる。この、療養の給付というんですけれども、これがメインですけれども、健康保険って、実はそれ以外にもいろいろな給付があるんですね。で、この国の、制度というのは、充実はしているんですけれども、それを知らないで申請をしないと受け取ることができない、このような給付も多いんです。ですから、さまざまなこういう制度や仕組み、それを知っておくことによって、いざという時、困ったなという時に非常に役に立てることができる。公的年金制度についても、制度の仕組みは非常に複雑です。2級まで学習をしていただければ、自分が、老後の公的年金、老齢給付といいますけれども、何歳からいくらぐらい受給することができるのか、それをざっくりと計算することができるようになります。こういった国の社会保険制度についても学習していきます。こうやってライフプランニングと資金計画で、将来の、予想をしてさまざまな分析をしていく。で、将来にわたって予定を立てていくわけですね。で、そうやって予定を立てても、それが思ったように進まないということもあります。万が一のことがあった場合どうしようかと。リスク管理の科目では、さまざまな保険について、例えば生命保険ですとか損害保険ですとか、あとは医療保険ですとか、それで万が一に備えるということで、さまざまな保険について学習をします。で、保険に関してもですね、実はいろいろな保険商品があります。で、その中で、自分にぴったりの、つまり自分の、生涯におけるリスクに対してぴったりの保険商品を選択していくということが重要なんです。この保険はどういう時にどのような、保険金ですとか給付金を受給することができるのか、それを知ることによって、自分にぴったりの、保険商品を選択することができる。で、この、リスク管理につきましても、産休ではいろんな保険商品の仕組みや、あとはどういう時に給付を受けられるか、そういうことを学習していく。2級まで、学習をしていただきますと、自分にぴったりの保険をしっかりと選んだり、または、自分のライフプランの中で、どのような保険商品を、いつ、購入加入すればいいのかということをしっかりプランニングをすることができる。または、親しい人にさまざまなアドバイスをすることができる。このようなレベル感になっています。そして左上の金融資産運用、これは金融に関する内容ですね。投資をするですとかね、それから、貯金をしてお金を貯める、さまざまな金融商品について学習をしていきます。
で、金融商品を選択するというときは、まあ自分のライフプランにぴったり合った金融商品を選択するということがやはり重要なんです。でもそれに加えて、その時その時の経済的な状況、まあ景気ですとかね、それによってどういう金融商品を選べば、まあ損をしないで済むか、または収益を上げることができるか、ですから、投資を行ったり、または貯金を行ったり、その時にもやはり、今の経済がどうなっているかということを学習することは非常に重要なんです。金融の科目ではさまざまな景気を見ていく指標、物価を見ていく指標、こういったことも学習をします。ですから FP の勉強をすることによって、経済史ですとかね、経済関係のニュース、それで言ってる内容がとてもよくわかるようになった、とおっしゃる方も多いんですね。そして、上の段の真ん中、不動産ですけれども、これは不動産に関する内容、まあ個人の方がマイホームを購入するというのは、まあ大体の方が一生に一度のことです。そして大きい買い物です。で、不動産に関する例えば登記簿の見方ですとか、または不動産に関するさまざまな法令上の規制、こういう知識も持っておく必要がある。そして不動産ではさまざまな税金が、かかります。こういう税金も、予想した上で、計算した上でですね、そして不動産の取得プランを立てていくということも重要です。で、まあ税金ということで言えば、下の段の真ん中、タックスプランニング、このタックスが、本当に税金について、3級では、主に所得税について、そして2級では所得税、住民税、そして、法人税ですとか消費税、こういったさまざまな税金について学習をしていきます。で、個人が収入があった場合、所得税や住民税を、まあ支払う必要がある。で、会社にお勤めの方は、会社の年末調整で、まあ、あの税金の関係って終わっちゃうんですね。ですから所得税をどうやって計算するんだろうとか、意外と知らないという方も多いんです。でも所得税、そして住民税の計算手順などをしっかり押さえておけば、会社の年末調整で課税関係終了しても、後から自分で確定申告をすることができます。確定申告によって、もし払いすぎた税金があれば還付を受けることができる。このように、まあ、上手に節税をするということもできるようになります。そして、まあ、6科目目、相続事業承継ですけれど、これは、まあ、相続人というのは何か、それから相続税、あとは贈与税、こういったことについて学習をしていきます。まあ、人は少なくとも一生のうち2回、相続に遭遇すると言われていますけれども、まあ、相続税を払うという方、これ全員じゃないんですね。ある程度の資産がある方、が相続税を払いますけれども、相続税を軽減したいと思っても、その方が死亡してから相続税対策というのはできないんですね。ほとんどできることがないんです。ですから、生前からきちんと、相続税対策をしておく、または遺産争いみたいな形にならないように相続対策もきちんとしておく、そういった相続に関する内容を学習していきます。このような6科目を勉強していくわけですけれども、FP で学習する内容というのは本当にもう、すぐにでも日常の生活で、活用していただけるような、内容を勉強していきます。ですから皆さんが、レックの FP 講座を受講されて、その時その時講義を受けるたび受けるたびに、もうすぐにでも、日常生活で使える、知識がもうぐんぐん身についていきます。またその知識を日常生活でどんどん使っていくことによって、それが試験対策にもなっていく、FP というのはこのような実務的な資格なんですね。これが他の資格と FP 資格の全く違うということだと思っております。はい、それでは、5ページを開いていただけますでしょうか。
FP 試験の概要について見ていきたいと思います。はい、2級 FP、試験の概要ということですけれども、FP 試験は、2級それから3級もですけれども、年3回ですね、1月、5月、9月、この3回実施されます。で、今回の講座は、2023年、5月試験向けの講座となっております。で、試験は、2級も3級も、学科試験と実技試験、この2つに分かれています。で、学科と実技、これ別々に合否を判定します。で、両方合格して初めて、3級 FP 技能士なり2級 FP 技能士になることができる、このような仕組みになっております。で、学科と実技、両方受験したけど、片方だけ合格したという場合は、その、例えば学科試験だけ合格したと、このような時は、その学科試験を合格したという権利ですね、それが翌々年度末ですから2年ないし3年翌々年度末までその権利がありますので、年3回試験がありますので、次の試験で、残りの、試験を受験して合格して、で学科と実技が両方揃って、3級なり2級 FP 技能士という形になります。で、学科試験も実技試験も6割の正解で合格になっています。ですから、3級 FP それから2級 FP、これは競争試験ではないんですね。6割以上、正解することによって合格ということになります。ですから、その下にですね、2級 FP の合格率の推移のこうグラフがありますけれども、その時によって合格率はばらつきが少しあります。何問かちょっと難しい問題が出たとかね、それほど難しい問題は出題されなかったとか、その時によってばらつきがあるんですね。で、これ学科試験と実技試験別々の合格率の、折れ線グラフになっていますけれども、だいたい、40% 程度から 50%、40% 台で、学科試験と実技試験を両方受けて両方受かる方、30% 台、から 40% 台の前半ぐらい、このくらいになっています。ですから、3人に1人は合格できる、このくらいの、2級ですと、合格率になっています。で、FP の試験というのは、国家資格になったもの、2002年ですけれども、大体20年くらいなんですね。で、それ以降試験問題、出題される内容は、やはり、だんだん、難易度は高くなってきています。ただ FP の試験というのは、ごく一般的な、サラリーマンですとか自営業の方ですとか、そういう個人に対して、経済的なアドバイスをする、このような試験です。ですから、ごく常識的な問題が出題される、いわゆる難問奇問ですとか、ちょっとした言葉のあやで、丸か×かとか、あともう重箱の隅をつつくような問題ですとか、そのような問題はあまり出題されないんです。ですから FP 試験は、きちんと時間をとって、きちんと勉強した方が合格できる、このような、試験内容になっています。で、学科試験の方、これはマークシートなんですね。2級ですと4試択1になります。で、実技試験、2級につきましては記述式になっています。記述式というのはこれは論述ではありません。4試択1の問題でその回答番号を、書くですとか、それから計算問題も出題されます。計算をしてその回答を、その数値を書くですとか、で、実技試験は学科試験で勉強する内容、その知識で十分対応はできるんですけれども、実技ですので、ちょっと実務的な、形で出題されます。例えばですね、実際に株式を投資をした時の利回りはどのくらいになるかですとか、
それから、源泉徴収票の読み取り問題ですとか、それから、生命保険の保険証券の読み取り問題ですとか、このようなちょっと実務っぽい問題も出題されます。ただ実技試験の方が合格率少し高いんですね。ですから学科試験で一生懸命学習していただければ、その知識をもとにして、少し応用力を働かせて実技試験は合格できる、このようなイメージで、いらっしゃっていただいて大丈夫です。で、レジュメの5ページの下の方ですけれども、AFP 認定研修とはとあります。AFP 認定研修というのは、まず2級 FP 技能検定の受験要件の一つになる。それと2級合格後 AFP に登録をするための要件となる。これが AFP 認定研修です。レックの2級合格のための講座を受講していただくということですけれども、で、認定研修が終了するというのは、これは、提案書というものを作成していただいて、それを提出して合格することによって認定研修が終了になります。この提案書って何かと言いますと、これは実務家の FP にとっては本当に商売道具のようなものなんです。顧客がいろいろ相談に来ると、その方に対してアドバイスをする。その時に口頭でもちろんいろいろ、説明はします。で、それに加えまして提案書という、そのアドバイスの内容を記載した、レポートのようなものですね。それを作成をしてお渡しをするということが多いです。この提案書を AFP 認定研修終了の要件として皆さんが作成をして提出をしていただくようになります。課題としての提案書ですので、例えば40歳前後のご夫婦がマイホームを購入したいということで相談に来たですとか、会社の定年退職を控えたご夫婦が老後のプランニングを相談したいということで相談に来た、こういう設定があります。それに対してどういうプランニングをして、顧客に対してアドバイスをするのか、それをレポートのような形で作成をしていきます。で、提案書の作成は、簡単ではありません。ただレックでは、講座の中に提案書講義という、内容の講座があります。それをご覧いただきまして、そして、提案書アドバイザーという、かなり詳しいテキストがありますので、そのテキストに沿って、提案書を作成していただければ、初学の方でも十分、合格ラインで作成をすることができます。はい。それでは、6ページを開いていただけますでしょうか。FP のこれからということですけれども、FP 資格というのは、勉強して、自分のためにもなる、そして、FP 関連の仕事をしているという方は、もう、FP 資格は必須ですと、そういう、業界が多いですし、その仕事の中でも十分に、勉強した内容を 活用していただけると思います。例えば、生命保険、損害保険会社ですとかね、あとは金融関係証券会社ですとか、銀行、それから金融関係ですとか、もう FP 資格は必須ということになっております。で、FP の、こう資格を持ってですね、仕事をするという方、独立をして FP 業務を行うという方も、もうどんどん増えています。これは主に、相談業務を中心として、あとは執筆業ですとかね、それから保険ですとか証券の仲介ですとかね、いろいろな形で、仕事をしていらっしゃいます。で、FP の資格というのは、幅広いお金に関する内容を学習していくわけですけれども、その時に、関連する他の資格、例えば年金に強い FP ということであれば社会保険労務士ですとか、税金に強い FP、ということであれば、税理士資格ですとか、
こういう複数の資格を取得して総合的に仕事をするということで、さらに、まあ、FP の資格も、十分活かしていただけることと思います。そして企業内 FP、これは、まあ、企業に、まあ、勤めながら、その中で、FP 資格を活かしていくということですね。で、金融機関、生命保険会社、損害保険会社、それはもちろん、不動産関係の仕事でも FP 資格はもう十分、活用することができます。一般の事業会社でも、例えば経理ですとか財務ですとか人事ですね、そういった仕事の内容によって FP 資格を活かせる、業務内容も、多いです。で、あとは今現在はFP 資格を仕事としては使う予定はないけれども、でも自分のために FP 資格を勉強したいと、自分のための FP なんて呼んでいますけれども、こういう自分のための FP という方も最近非常に増えています。で、やはり、まあ、将来にわたってどういう、目標があるですとかね、夢がある、その夢を実現したいですとか、それは誰にでもあります。ですからこれからますます、経済が不安定になるということを考えると、その中で自分が生涯にわたって経済的に苦労しないで、そして、自分の夢を実現していく、そのためにはやはりお金の知識というのは、必要不可欠だと思います。ですから、自分のために FP 資格を勉強したいという方、最近、とても増えていますし、もう FP 資格というのは本当に、もう全員の方が、まあ、日本国中ですね、全員の方が、勉強していただきたい、そのような内容だと思います。はい。で、まあ、FP を、まあ、これから仕事で生かしていくということですけれども、まあ、いろいろな資格を持ったりして、そして総合的にいろいろな仕事をしていくということもできますし、まず、自分のために FP 資格を、取得して、それから、その資格を持って就職なり転職をする、企業内 FP として活躍をする、そして経験を積んで、FP として独立をする、このようにいろいろな方がいろいろな立場で FP 資格を生かすことができる。FP というのはこのように、本当に奥の深い資格だとも思っております。はい。それでは、レジュメの7ページを開いていただけますでしょうか。FP になりましょうということで、まあ、時代が FP を求めているなんて書いてありますけれども、やはりこれからは、まあ、自己責任ということを、よく言われますけれども、これは、何も投資の話だけではなく、自分の生涯にわたって自分できちんと考えて計画を立てて、経済的にもしっかり、計画を立てていかなくてはいけないということだと思います。そのためには、まあ、さまざまな幅広い知識が必要である。その知識を勉強できる、これが FP の資格、です。ですから、今 FP 資格を取得したいと、思った皆様はぜひすぐに勉強を始めていただいて、できるだけ早く FP 資格を取得し、またはその知識、幅広い知識を身につけて、それをすぐに仕事ですとか、それから日常生活でも役に立てていただければと思います。で、まあ、3級それから仕事で使うという方は、ぜひ2級まで、そして AFP までですね、おすすめをしたいと思います。で、FP の勉強を始めて、あ、面白いなと思っていただいたら、または、もうバリバリの職業人として FP 資格を活用するという方は、ぜひさらにその上級の資格、CFP、そして1級 FP 技能士、上級の資格まで取得を目指していただければと思います。ぜひ、すぐに FP の学習を始めて、私と一緒に頑張っていきましょう。はい。それでは今日は、これで終わりになります。皆さん長い時間ありがとうございました。お疲れ様でした。